はい、どうも、ぐっさんです。それでは、信長の野望、創造、続きプレイしていきたいと思います。前回は、勝世城って読むかな、これ。ちゃうわ、全然、正髄城。ここと、桑野と、洲本と、を取ったとこかな。うん、ですね、うん、残り4ヶ月、うん、でまあなんとか大体終わらせようかなと思ってる次第でございますが、とりあえず内政をします。ではとりあえず、OK なので時間を進め、あ、ちょっと待った。ご用を受けたまわります。はいか、時間進めますか。お見せしましょう。3000来たぞ。大丈夫か。兵糧を持つか。逃げたければ逃げなさい。いたします。うん、2000の味方が8000の敵。先月の収支です。報告いたします。どこや。どこでどこが8000。どこが押されてるんや。あ、ここが、あ、やば。それはさすがにちょっと、まずい。はい、敵情っていうか、これはちょっと戻った方がいいな。
これはちょっと戻った方が良さげやな。とりあえず内省しましょうか。そんなにやられてると思わなかったな。でもあんなに来てるとは想像しなかった。我が戦、お見せしましょう。そうやな、ちょっとここで時間稼ぐ。スモトには武将がおらん。二条御所から出すか。鉄砲足りひんか。ちょっと待てよ。鉄砲を買うか。御用を受けたまわります。出荷方法。ありがとうございました。ご用を受けたまわります。鉄砲。ありがとうございました。で、出陣するぞ。死にするな。生きるのだ。で、下水城を落としたところかな。で、逃げたければ逃げなさい。やばいな。これが戦の作法よ。はい、ちょっと待って、任せよ。行くぞ。で、甘えか。敵を追い詰めます。6000とか来よったからな。とりあえず一旦引いて。敵将捕獲した。一旦引いて、ご命令を報告いたす。先月の収支です。報告いたす。22万。あ、浪人おる。浪人さん、お、また明智。明智光秀やで。織田家臣。おお。明智光秀がおるとは。
足利義輝、義輝かな、秀光かな、秀光でいいかな、明智光秀が浪人でおると、信長のようにいじめはせえへんから、どうしようかな、これこのまま松平やからな、そない少々のことじゃ負けまへんで。かしこまりました。一旦ちょっと記事を戻ります、するか。詰めるわ。あ、ちょっと待った。あまり追い詰めすぎるとまずいかな。外交工作大丈夫かな。伝授。島さんもでも結構ええ年やろ多分。誰、明智光秀はどうすかね。それか松賢やな。でとりあえず内政しましょうか。ないかな。と6000の1万、これはちょっとでも引いた方がいいな。城へ戻る。石山ごぼうか。で、とりあえず時間を進めますかね。取引ご用を承ります。なんか買いますか。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。ご用を受けたまわります。買えるだけ買うとこ。ありがとうございました。金は腐るほどある。でとりあえずは一旦これで時間を進めましょう。ください。かしこまりました。出るぞ。
助立ちいたす。逃げたければ逃げなさい。敵将、捕らえました。こっちか。はっ、無事にするな。生きるのだ。ちょっと味方がこうへんからな。出陣するぞ。我が策、戦場を制す。ご命令を。先月の終始です。報告いたす。はい。三好との同盟期限は。かしこまりました。お任せください。これが最後の悪あがきやろな。お任せください。で、いいかな。どこかね。ご用は何ですか。ご用はですか、何でしょう。鉄砲2万。ありがとうございました。ご用は何ですか。軍馬。ありがとうございました。で、評論。ご用は何ですか。売り飛ばしとこう。ありがとうございました。で、いいかな。こんな感じかな。あとは内政しましょう。とりあえずこんな感じでいきますか。一旦時間進めましょう。
無事にするな。生きるのだ敵将。仕留めたり。出陣する。ビリビリしてる。我が道を開けよ。黒田官兵衛が、黒田官兵衛とどんだけやりまくってるか。承知。我が戦お見せしましょう。助太刀いたす。我が戦お見せしましょう。ご命令を報告いたす、先月の終始です。報告いたす。奉行職を辞すことになるか。ご用は何ですか。とりあえず今のところは、ないので内省しましょう。内省が忙しい。人力の名前は内省委員が出てきますかね。こんな感じかな。で、巡察入れておこうか。巡察なのかな。うん、じゃあ頑張りましょう。ということで、時間を進めましょうか。我らに撃てぬ敵はありません。敵将捕獲しました。と次は戦場へ参る。出陣するぞ。行くぞ。我らも加勢する。お助けいたします。ちょっと待った。命を無駄にするでないぞ。ちょっと待った。我らに撃てぬ敵はありません。この戦我らの勝ちだ。うわ、来た。遊びは終わりだ。敵将捕らえたり。どうした、かかってきな。敵将撃ち取った。お助けいたします。ちょっと待て。敵将捕獲しました。あー、くそー、しくった。敵将捕らえたり。ちょっと待てな、これちょっとえらいことになるわ。防雪、ちょ、停戦や、停戦。
表情を始めましょう。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。外交交渉、あ、断絶になったな。内政開発、まあ、とりあえず内政しましょうか。しくった、しくった覚えない。これはしくったな。えらいことになる恐れが。ちょっと一旦停戦を呼びかけよう。とりあえずこれで一旦、時間進めましょう。このままじゃちょっとやられる可能性あるから、停戦を。仲介できる勢力はありません。嘘。同盟結んでんのか。マジで。ああ、とも毛利家を持つ。ちょっと待てよ。加勢いたしますぞ。行きます。ちょっと待てよ。こっちと兵糧か。うわ、きついなこれ。待てよ。逃げるなら今のうちだぞ。統率低いな。おい、統率の低い武将しかは。ちょっと待て。どうする。
コメントが出されへんしな。どっか出せるとこないか。石山五号、石山五号、岸和田あたりからちょっと兵力削か。出陣します。時間かかるな。でも一旦引くか。それか、ちょっと兵糧足らんしな。こいつら一体どれぐらいて、どれぐらいおんの武士。こっち相当押されてるぞ。押されてるよな。かなり押されてんの、押されてると思う。1500、ああ、でもそうでもないんか。ちょっと待ってな。停戦を呼びかけられへんという。難儀やな。まあしゃあないか。とりあえず時間進めましょう。参るぞ。遊びは終わりだ。あ、なんか引いた。そうそう。敵将捕らえたり。うえ。じゃあもう引くわ。ちょっと騎乗しよう。ちょっと引いて引いて。一旦引こう。仕方がない。ちょっと一旦どこへ行く気やねこいつら。表情を始めましょう。先月の収支です。報告いたす。何やあれ。ちょっと待って。一体何やこれ。なんか変な。毛利騎兵百室、これか。うわーきっつ。どこ行く気やねん。どっか逃げよう。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。かしこまりました。で、この状態から外交毛利共通の敵か。断絶になってしまったしな。停戦、停戦できひんっていうのはな。毛利がちょっとでかくなりすぎたからやろな。騎兵百室バリヤバいわこれ。ちょっと待ってくれ。あれほんまチートやわ。あーくそー。どうすっぺ。
家康様、家康バーサスか。まあとりあえず時間を進めましょうか。えぐいな、ちょっと。うわ、追っかけましたけど。表情を始めましょう。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。じゃあとりあえず、内省しましょう。マジかーって感じやな。毛利さんが相当覚悟がいる気がするわ。拡張しましょうか。移動させなしゃあないかな。異常物あそこ、ここに多分開けてたのかな。ボロボロや。うちの部隊も結構ボロボロにされたかな。外交、できんからな。どめ結んでんのどこや。ここか。毛利の敵である。外交贈り物、ちょっと贈り物しとこう。で、贈り物。恐ろしいことになる。外交、外交で強いから
内戦も終わったんで時間をとりあえず進めますか。とんでもねえ野郎だね。何来んのこいつら。我らには勝てぬぞ。片手までやられたもんなんだ。上杉なんかどっかかな。マジで好意に喧嘩を打ってきやがるからな。なんかこいつやっぱりなんか見た感じ坊さんやもんな、うん、ご命令を先月の終始です、うん、報告いたす、うん、で今までどれぐらいやってる50分。ああもう長い。もうそろそろちょっと今回の動画この辺りで、終わりたいと思います、それではまた次回の動画でお会いしましょう。なんとかねちょっと三好あと一つなんでね落としたいところなんですけどどうなるこっちゃらちょっとわかんないですけど、はい、それでは、次回の動画でお会いしましょう、よろしければチャンネル登録お願いします。失礼します。